った者は光へと誘導われ、今宵この物語をあなたに。
10年目を迎えた学生チームでございます。響き史上初となる50名以上で見せる大連鎖にご注目ください。それでは大きな拍手よろしくお願いいたします。パシフィコ横浜プラザ広場会場にお集まりの皆様、こんにちは。こんにちは。我々、平塚市よりやってまいりました東海大学響きと申します。本日一発目の演舞、そして浜恋2016一発目の演舞ということで、その一発目にふさわしい演舞を見せていきたいと思いますので、どうかご声援のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ほっ。10代目東海大学響き、琴の葉紬。この世は一人で溢れている。そんな一人と一人つなぎ止めるものとは、儚く脆く硬く強い、それは近くにある。その姿を見たと誰もいない。ここにも一人がいた。退屈な日々の中で彼にある思いが芽生え、やりたいことをしよう、同じ思いを持った一人たちが集まり紡ぎ出す新たな物語を今始めよう。分かってほしいのは分かってもらえない、そんなもどかしさ、焦り、苛立ちが彼の中で渦を、思い思いに進めば進むほどその距離は離れ、すれ違った。自分の気持ちが理解されないのかわからない。しかし気持ちを伝えるためなら彼を知る由も。一人と一人はつながった。言葉にしなきゃ伝わらない、何も始まらない。彼は知っている。言わなくても伝わることなんて多くはないから。そうそう、声出して。掃除の動画へ来てみよう。シンマもバンダもよう踊る、ナルコ両手によう踊る、よう踊る。人は誰しも無感性だから、少しでも輝くために、一つになるために、東海大学、我の叫び明日の響き。
これがつながり、見えない全てのことは言葉に始まり、紡いでつながりとは言う。点をつなげば響きの輪、響いて広がる。未来永劫続きますように。はっ、見てくださったお客様に最大級の笑顔でありがとうございました。ありがとうございました。はっ、響き撤収。さあ、浜森2016エキシビションスタートいたしました。トップバッター来てくれたのは東海大学響きの皆さん、大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。さあ続いて